い、こんばんは、レイです。今 YZF-R6 と首都高のレインボーブリッジを渡るところです。こんなところ、右側に見えるのが東京タワーですね。かっこいい。後ろがお台場とかフジテレビがある方ですね。左側が芝浦とか天王洲の方だね。さてさて、パーキングでちょっと一息つきたいな。空いてるといいな。さっきね、大黒パーキング行ったら混みすぎてて入れなくてね。まあ芝浦パーキングも一緒かな。人がいないとこでちょっとのんびり休憩したいんだけど、ここもオートバイとか改造車とかそういう車遊び、バイク遊びたちがいっぱいいるかな。さあ芝浦パーキング入りたいと思います。まあ、すごいね。はい、芝浦パーキングエリアで缶コーヒー飲んできました。今ですね、首都高の外に来ましたので、制限速度が60キロから80キロに上がりました。僕は今80キロ弱な感じで走ってるんですけど、後ろから煽られ気味にバンバン車に抜かれます。首都高と高速、これ速度設定難しいよ。これさ、動画残そうと思って真面目に走ると渋滞作るよこれ。俺これ辛いよこれ。でもこれ破るわけにもいかないし、なんかもう大型トラックにもガンガン抜かれてる俺。申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど、法律守ってんの俺だからさ、許して、トラックドライバーさん許してください。まあそんな話はさておき、芝浦パーキングも改造車、車、カスタムカーめちゃくちゃいっぱいいました。乗り物遊びしてる人まだいっぱいいるね。むしろ僕が10年前とかになんか首都高通いしてた時より今のが多いんじゃないのって気がしないでもない。しかもさ、20代とか30代とか若そうな人がいっぱいいました。なんかそんなに若者のバイク離れ、車離れってニュース言うけど、本当に？なんか何十年も前に比べればそうだろうけど、ここ5年とその前の5年とその前の5年とか比べるとどうなの？本当にそんな極端に離れてる離れてるって離れてんのかな。そんなになんかダメな予感しないけどね。うん、こうやってのんびり流すのいいな。なんか一生懸命飛ばすときはサーキットとかで飛ばしてるから胸いっぱいお腹いっぱいになれてるんだけど、こういう速度域もいいな。